こんばんは。フィッティスタプロデュースです。そろそろノルガの玉がなくなってきた。フィッティスタギタに飽きてきたウクヌシです。まだちょくちょくプレイ派しています。クソゲーをクソプレイしてるだけなので人気がないのが現状です。実況集だけあれよ。という方ハブラウラバック推奨です。そっちはそれなりの視聴数なのだ。青島さんの煽り実況集もしてみようかと思い今日この頃。そして、この試合は初日のやつです。お相手S5です。じゃあ、連戦インテルだね。今回ハグ切りながら、今後のネタやノルガの悩みなどを、だらだらゆっくり実況していきます。それでは始まってますが試合を、ノルゴ、いきなりの最後の展開、チャンスになると思えない巨像で奪われます。ノル、慣れたものです。このゲーム、ボールキープがドリブルするだけ。ポストプレイはヘディングでずらすだけなので、クソです。いきなり誰か来そうなこと言ってますが、ウクヌシ派と思ってます。とそんなこと言ってたらお久しぶりの PK です。チャンスと思い、リファクションをキッカーにするためあげました。こんなプレイを、するのが私です。フェイントまで使い、綺麗に決めてくれました。ソルソル、コーナーキックの残り時間少ないとか、チャンスと思ったら相手ゴールに、メタ付けです。こうすればコーナーキック相手陣地内の、フリーキックならゴール近くにいるからです。悩みは蹴ったボールが2分がないと、分かった時点でたらたら2人も、ゴールに戻ることです。一度ボールがずれてリファクションの方に行きましたが、ボール水に戻っていました。混乱からスキルなしでも強力になったドリブルで、得た PK からの得点で、先制、ドリブルよりもパスしろやと思いつつ、ホットラインも最後の当たったらそいつに任せるしかないというゲーム性は、ノルなんだ。トグ切ってる間でノンシューで、ノル点にされます。嫌ですね。ノンシューかっこらない。そこそこ継続的にやってきて、ディフェンスが崩壊しているこのゲーム。配置的にソラーノラオフサイドを、守っている時があるが、ディフェンスは攻められている時でも、配置重視でペナルティエリア内を、守らない時がある。というか、ソラーノとゴールの間にいればいいのに、ソラーノの周りをぐるぐる回るのが、ディフェンスだと思わされている。また、プレスが強制的に二人で行くんだが、二人で行く意味がまるでない。ドリブルに良いバサミで足を、なしたのに、ソラーノが各判定ですり抜けるクソ判定を何度も見た。そして、今試合では宇宙開発、こういう時はシュートボタンの、反応はすごくいい。いつも反応悪いので、ノルヒット行ってシュートがロイの、タイミングの時が、たまに押してんのにパスが仕上がり、そいつがなくて別の遠いやつが、シュート打つこともある。上ボタンに関してもパスしないから、泣く泣く押さなたならん時もあるし、押しても反応しない時や、泣くタイミングがずらされるクソしような。駆け引きとか言うが、我々のホットラインをブレイクするだけなので、駆け引き、そんなもんないよ、ノルタイが。また、ブレイクしても、その直後にボールをすぐ奪われ失点という、ブレイクした利点よりもでかいダメージを、受けることがある。自陣ゴール前でのブレイクは一時的に、相手側のアホなボール勝ちをするとか入れていいじゃないか。また、ノンシューってきた、しかし、リファクション、何事もなかったように体で、止める。ペナルティエリア内なら当たって後ろに吹っ飛んだ後、なかなか立ち上がらず、ディフェンダーも戻ってないので、リバウンドを敵に取られゴールを、決められるのに、ドリブルからフリーキックのチャンスに、見てみたい、フリーキックで、壁当たる。きちょいなディフェンスを当たらない壁に持ってかれた相手から逆転ゴールを、奪う。あ、まだバキルチョグルをフリーキッカーにしてなかった。もう思い出した。シュートボタンを押さずに2点取れてしまった。さすが選手 AI 任せがないで方を読み合うノルテンだ。うんじゃねえか。ちなみに撮影時は手が映らないように、スキル発動やホットライン付け替えは、試合中断に見合ってます。たまに映りますが、なので基本にゴールでの試合です。あ、今ホットラインパスが素早く、反応しチャンスを、潰したいい例です。視野なんて項目が全くないと言っていい素晴らしいデバッグです。これがいつも上ボタンがすぐ反応するという仕様ならこんなこと言わずに、自分の水と言えるんですがね。ここも状況を見ずにクソパスを、したいい例です。スライパスで裏に出した例で、クリアされるというパターンがあるなら納得なんですがね。あ、まずい。ノンシュー打たれる。ボールの追い方もガイマラリな。今ガイマラリと言ってますが、使ってる実況ソフトであるソフトークが漢字を間違えて読んだりするからこうなります。気づいたらひらがなにしてオーマラリと直すのですが、めんどくさいと思ったらそのままにしてることもあります。そんなわけでノルテンで前半終了、まとまりもないゆっくり実況になってると思います。そして、試合見ながらだと音声入ってこないよや聞き取りづらいよなどがあるかもしれませんが、今のところ、お構いなしに実況してるのが現状です。さっさとノルが作ってアップしとこう。というスタンスで現在やってますので、なんかいい方法見つかればそっち使います。一番楽なのが、試合中断をカットして、のぎ込めを入れるなので、そんなノルガが多くなります。カノさん実況も、実況感覚を伸ばせばちょい楽になるので、どっかでお試しでやってみようかと思ってます。実際に WCCS でも、実況ない箇所もちらほらあったので、実況集ですが、日本人編がおらりそうなので、そっちを先におららせようかと思ったりもしてます。実際は、どうなるかわかりませんが、あと最後の方は日本人だけじゃなく、外国人 J リーガーも、入ってくると思われます。また、旧カードフッティスタ変換機も、ノルガももらったので、変わる企画で、頭にあるのが、縛りネタチームコンソールですかね。昔やってたのが、のの好きなので、のがつく選手縛りとか、ののに出てくる名前に似てる縛りとかです。連射は、ノルギーノとかノルカ F とか、ノー、ゴールとかで、
こいさら、サンタナ、とか、どこ、明日って今さ、とか、何いかっこ犬、とか、何を、するなを、何をするなぁ、として参戦させてました。他は何々、ひまりとか、ロペスロドリゲスでも、チーム組んでました。しかし、ブッティスタになって試合内容の、ゲーム性がクソなので、今のうちに言ったらとくか、とトレッカさんに引退買取でまとめて、泣いた言ったらいました。そんな時に今、クソカードマイスター選手権が、開催されるようなのですが、クソカードが足りなく、出場は検討中です。もし出たら、その模様をスマホ温度が持つ限り撮影して、動画アップを、考えてます。そして今画面では、素晴らしい論集が決まったところです。キーパーもボールホルダーに必ずまっすぐ行くわけではないのでこうなります。ディフェンダーも丸を食らせるではなく、丸セリアルが前提なので、キーパー飛び出して、当たってくれのプレイングになりました。ちょっとは変えてみようかと思いつつもなかなか治らないでいます。わかっているのが、サイド主体で攻めるチームには、キーパーとズレが起きる場合が、多いので飛び出さない方がいいです。誰かにドリブルさせるチームは飛び出し型という声です。ただし、ドリブル中にちょっと横移動されたらおらいと、思ってください。あとはハズレるも祈るのみです。しかし、ノンパラオフサイドが多いですね。ホットラインボタンでパス出してるんだから、パス繋がりやすくしてもいいじゃないか。ホットラインボタンはすぐ反応するか、パス繋がりフォルト AI が判断した時に反応するかのどっちかにしてくれ。言語、パスいけると思って押しても、ちょい時間スルーされたり、タイミングが遅れたことにより、ちょい度的にパスする素晴らしいタイミングになるゲームが、面白いと思われるか、と開発に問いただしたい。あとはあれだな、パスした後の丁寧なトラップで、時間をかけたり、カウンターなのに近場の味方と、パス交換し、ディフェンスの戻りを待つという、カウンターってロングパスからスピードスターに、抜け出されることしかないという考えは、やめてほしい。AI 調整しましたも、多分内部で数値が露言してるだけと、思っているので、モーションもなく画面の上で、ボールに当たってても抜かれてるという結果だけが、残り、さらにディフェンダーはこけているというおまけ付きなので、それがなんだこのクソゲー感を、増やしている。あとこの後ディフェンダーが、足を出すシーンがあるが、全くと言っていいほどトンチンカンなところに足を、出すモーションが散見される。抜かれてるという表現なのだろうが、画面で見ると笑ってしまう。あ、WCCF との比較ももう一回やろうと思ってます。そんなわけで試合終了。こっちが PK とフリーキックで2点、相手がキーパー飛び出しに伴う論集3点でした。それではご視聴ありがとうございました。おらいます。